どうもおはようからこんばんは、殿でござる。戦国姫5サイト編、続きをやっていきましょう。さて、前回撮ってね、結構なかなか録画時間来ていたんで、ちょっと前回で切らせてもらって、今回からまた始めてはいきますが、長島攻撃隊に秀吉と、あとは前回加わった三成を加えました。そうするとどうやらイベントがある。はい。おお、三成照れているな。秀吉大好きなのかな。ついてこないと置いてっちゃうんだから。それじゃあ行くよ。あ、秀吉様お待ちください。全軍前進。あ、一体どういうキャラなんだろう。やっぱりメガネをかけてて、こういうキリッとしているから、なんかこうやっぱりこう、まあ女教師みたいな、いやもしくはキャリアウーマンみたいな、そんな印象なんだかな。でも攻めていくのは長島城ですよ。今回お金ないからな、もう強襲するしかないんだよな。まあレベルは16までは落ちてはいるんだが。全軍包囲、城を落とすぞ。もう力攻めでボコるしかないからな。今が好機だ、攻め込め。幸福率上げてもね、包囲できないからね。今が好機。結構ボロボロになるな。美濃の方は大丈夫かな。まだね、進軍するつもりはない。一旦長島を落としてからにしようと思っているんですよね。ただこう見ると会う武将もまあまあ増えてきたな。おお、秀野さんか。よろしくお願いいたしますわ。思った以上に武将も増えてきたな。こっち大丈夫かな。もう今川来てますよね、これね。徳川が滅んだらすぐこっちは今川と手を組まないといけない。で、長兵長兵。ずいぶんうまくいったようじゃの。そうかな。あの、この前のターン1000人ぐらいいけたんだが。じゃあこっちを増やしますか。三成も増やしておきたいから、一旦1000までにして、で、他の攻撃隊で、次は美濃。大成功でした。でも我が家の規模で1600までだからな。だからちょっと信長さんに200人で、信行ちゃんに900人で、あとはこっちはもういいかな。 あとは利家ね。で、さらに訓練、レベルが上がりそうなのを選んでおいて、CP もね、残り7分の3消費することになっているんですよ。じゃあこの2人かな。やっはっ。で、レベル3になればスキル2が解放される。楽市楽座の効果プラス 50%。 モブ部署はスキルを一切覚えないんですよね。じゃあ会うイベント行きますか。織田家の面々どうしようかな。秀吉ぐらいはね、ちょっと気になるんですけれどもね。じゃあ三成もちょっと個人的に気になるところもあるし、気になる方もいらっしゃるとは思うので、ちょっと見ていきましょう。せっかく冒頭が三成でしたからね。いろいろ言葉足らずで、こう不器用なところはあるんだろうな。石田三成と申します。軍師として名高い天城相馬殿の直属の部下に配された厚遇に感謝し、またその期待に恥の働きをなすことをここに宣誓いたします。ほう、軍師として名高い。それはね、もう斉藤家の3過去4軍師と言われているこの天城相馬の名声も、まあ君の出身である近江まで届いていたということか。でもきちっとしていますよね。やっぱり言葉足らずなところでね、武断派と喧嘩するみたいな印象があるんだがな。以後何卒お願いいたします。まあこちらこそよろしく。
ちょっと緊張してるのか？もっと楽に構えてくれてもいいんだぞ。いえ、緊張などしていません。そうか、まあ俺は結構いい加減なところがありまくるから気真面目な子が発作してくれると助かるよ前の伊達編の光秀みたいなことにならなければいいが。はい、最善を尽くします。うん、期待してるよ天城殿は先ほどより何事に面白みを覚えておいでなのですか？いや、単に場の空気を和やかにしようかと。俺の愛想笑いは無駄かな？はい、現状無理に笑われる必要性は特にないかと。ああ、そう？だな、史実の三成もそういうイメージだな。ただ三成の考え方っていうのも結構現代的な考え方な気はするんで、こう昔っぽい人のにはちょっと受け入れられないところもあるんだろうな。まあそういうところもあったりして、こうまあ武断派っていうのか、そういう人と武漢かな、ちょっと喧嘩したりもするんでしょうね。だらしのない姿を見せられそうにないな、三成殿には。もしもね、もしも無能ですよね。他にもね、北条内康にもちょっとこういろいろ探りを入れられているからな。つまり今後は延々と堅苦しく仕事を進めなきゃいけないのか。だな、抜くべき時には抜く。ああ、無駄ね。もっと気楽に席を共にできる子が良かったな。まあ気迫では簡単に負けるかな。多分見透かされていると思う。そこら辺簡単に顔にも出ますからね、相馬さんも私もね。じゃあ次の会うイベントだが、まあ、そろそろ2巡目になりますよね。となると剣聖様かな。何、もうそんな関係になっているとか。ああ、さらしいね。だな、膨らみすぎですよね。これでよし。いや、逆にそれ苦しくないか。多分ね、強めに剣を振ってたり暴れたりするとね、簡単にこぼれると思う。やっぱりその胸は気にしていたんだ。もう高みを目指すためならばこのちぶさはいらぬとか言って切りそうな気がするな。せい、いや。でも巨乳っていうのも贅沢な悩みだな。まあ巨乳はね、みんなにこうなんだろう、貧乳はこうみんなに夢を与えてて、巨乳には夢が詰まっている。これがまあ私のまあ後輩からまあ教わった言葉なんだかな。旗から聞いているとただ喘いでいるようにしか思えないな。もうさらけ出してしまよって思うが。神泉殿大丈夫ですか。あ、このゲームでは神泉か。
確かね、太閤一伝だと小泉だった気がするな。信長の野望では確か Come with me だったんですよね。どうした？何事だ？誰かの竹刀でも当たったのか？いや、さすがにそこら辺の人が振った竹刀に当たるようなお方ではないが。いえ、私たちは何も。急に倒れられたのです。上泉殿、しっかりしてください。そうだな、くすしに見せよう。呼吸が少し落ち着いたか？脱がしてみるか？一体どうしたのだろうな。ああ、ようやく起きたか。あ、上泉殿。軍師殿。そうです、軍師の天城相馬です。私は、ああ、そうか。すまない、道場での鍛錬中に倒れてしまったのだな。大変な迷惑をかけたようだ。いえ、お気になさらず。それよりも何か痛いところや苦しいところはありませんか？ああ、近い。いや、大事ない。まあ確かに肩幅とか、狭いよな。それで、その巨乳ですよね。めちゃくちゃ肩凝るよな。さっきの石田三成との会話でも肩は凝るとは言っていたが、それ以上だよな。辛そうにお見受けしますが、本当に大丈夫なのですか？何か病でも抱えていらっしゃるんじゃ。病？いや、それはない。剣豪にとって巨乳というのも病みたいなものかな。でもご自分で倒れた理由は分かっていらっしゃるんですよね。教えてもらえませんか？それは、その…そうだな。迷惑をかけたのに、事情を話さぬのは良くないだろう。まあ、恥ずかしくて突っぱねるわけではなくて話してくれる。実は、な、さらしをきつく巻きすぎて、呼吸が苦しく、それで倒れてしまったようなのだ。さらしの巻きすぎ、それで呼吸ができなかったってことですか？じゃあ今も苦しいままってことですか？どの、触ったことは過去、多分、過去の実況内においては10回とあるんだろうが。ああ、息をするのが少し苦しい気もするな。だが呼吸の運びに気をつければ先ほどのような醜態はもうさらさぬので。呼吸に気をつけるだけじゃダメですよ。ちゃんとさらしを緩めてください。もっと緩めてください。気絶するほど締め付けていたは剣の妨げでしょう。しかしさらしを緩めるとどうも動きが鈍くなるようで、きつくしても緩くしてもこぼれそうな気はするな。動きが多少鈍るのと急に倒れるの、どちらがいいかちゃんと考えてください。上泉殿なら、鈍った動きくらいさらなる鍛錬で補えるんじゃないんですか？確かに動きが激しくなるたびに呼吸困難で倒れては剣の道を極めるにも妨げだな。それよりももっと動きを素早くする鍛錬を。その通りだ。最終的におっぱいがちぎれるぐらいの速さになったらどうするんだ？それじゃ俺は部屋を出ますから、ちゃんとさらしを緩めてくださいよ。ああ、軍師殿、ちゃんと緩めるよ。今日はありがとうな。いえ、どういたしまして。ニヤニヤ。
これで次の会うイベントでやってこうおっぱいがこぼれていたらどうしようかな。ほうほう、ちょっと見に行く。やっぱりちょっともうちょっと要件があったからね、やっぱり長島を落とさないといけないから、ちょっとその話をもっと詰めておこうかなと。ほうほう、でも余計にこぼれやすくはなるよな。人の心配ちゃんとしろよって自分に対して思うな。さて、我々長島を落としました。徳川はなんとかこらえてくれてはいるんだがな、心配だな。でこっちの方では多分長野家がいるんでしょうね、関さんとか、あとはあの次は長野で、こっちは北畑で、北畑の中には智則とか、あとはクッキー船長がいます。一旦あの妻でちょっと進軍してみようかなとは考えているんですよね。でそっからこっちにね、亀山に向かう部隊と、でこっちから沢山に向かう部隊の2部隊でなんとか攻めていきたいなって思うんですよね。じゃないとここを落としたら結構ね大変。まあこことあとは南からも進軍して、まあ北近江、南近江を取っていこうと思います。ただその前に CP1 あるんで、一旦武将の会いに行くで、じゃあ今回は石田三成、次回でこの2人のイベントを進めていこうとは思います。どうかな。お、幾ばくかの時が流れた。天城殿、昨日手渡された資料に誤りがございました。どうか正確性の向上を。やっぱりそういうやり取りになるのね。すまないな、君を試すようなことをして。しかしあの小さな誤りに気づけたとは、さすがは三成殿だ。では具体的にどこが誤りであったかお答えいただけますか。それは誤字が3行目くらいに。見栄や言い訳など意味のないことです。また仮に本当に試したのだとしても、それはそれで無益なことでしょう。まあ前回の伊達編とは違って、とぼけるというのをね覚えた相馬さんですが、全く意味のないことだったと。すみません、以後気をつけます。とまあそんな感じである。うんだな、俺と遜色ないとか言うと三成に失礼ですよ。そうそう、間違いなく彼女の方が俺を上回るだろう。どっちが上司かわからないと。明日より勘定方の補佐を務めよう。台所奉行にも話は通しておいた。今後は勘定方の指示を受けること。以上だ。はい、わかりました。お待ちください。何故自分が算術に明るくはないのですが。だって君の上司もね、算術明るくないよ。そろばん3級持ってるけど昔の話だからね。戦前に兵一人一人が用いる策を理解するまで延々と説明を続けるか。なせと命じられればなす、なせるよう務める、ただそれだけのことだろう。ただこういう方があのね、第一大満大吉だったっけ、いわゆるワン・フォー・オール・オール・フォー・ワンの旗を掲げるとはあんまり思えないんだがな。そもそも私は先に勘定方の指示を受けるよう告げたぞ。私は忙しいんだ、あまり時間を浪費させないでほしいのだがな。申し訳ございません。かしこまりました。えい、励みますので。言葉はいらない、結果を示せみたいな感じでしょうね。人の適性見抜いても相手からどう見られているかっていうのももっと気にした方がいいとは思うな。ああ、三成という人物がよくわかりますね。
だよな、タイガードラマとかでもね、世辞の一つでも交えてね、贈り物をあげたらそんなもんいらんわとか細川忠興に言われたし、主演を開こうと思ったらほとんど人が来ないみたいな展開になりましたしね。終わったか。では次の仕事だ。明後日までになせ。以上だ。終わったか。仕事が早くて助かるな。お前にであれば次の仕事も安心して任せることができる。さて早速で悪いが次の仕事だ。明後日までには仕上げてほしい。お前の頑張りに期待しているぞ。うん、そう言ってくれるとまだいいんだがな。だな、断然後者だが、その三成さんが今の言葉を言うとはとても思えない。もう少し柔らかくなってくれればな、どの部分がだ。あ、さて、少しばかり手助けをしておくか。無理難題を命じられたと腐られても困るし。それに眼力は確かなんだ。三成殿がそう思ったのなら適性はあるはず。まあ部下の失態ほどではなくても上司がフォローしに行かないといけないか。頭を抱えてどうしたんだ。女房の尻が重くて潰されそうなのか。ああ、軍師様。はあ、そっちの尻に敷かれていた方がマシですよ。ったく、俺はどうすりゃいいんだか。だ、俺もそっちの尻に敷かれたいわ。そうへこたれるな。俺でよければ相談には乗るからさ。ありがとうございます。いや、実はですね、つい先ほど石田殿に睨まれて怖い思いでもしたのか。俺ももう少し愛想をよくしたらどうだとは言ってるんだけどな、無駄って言われるんだよ。実際美人なんだからもっと笑えばいいのに。秀吉とかつければいいんじゃないのかな。ほう、じゃあ最終的にはこう笑顔にさせるみたいな展開になって、そして抱イベントがあるとか。まあでも三成だからな、秀吉セットか、もしくは多分この辺にいるであろう大谷義次とセットとか、そんな感じかな。多分三成だけではダメな気もするな。でも武将とかもね、いろいろ装備も増えまして、おかげさまで結構なプラスの補正がかかっているんですよね。で、あとは内政で農業やることで国高上げることができるんで、国高が上がれば最大の兵数も増えるんで、どんどん1000人以上はキープしておきたいかな。その状態でまああの津ぐらいは落としてそこで踏ん張ってもいいし、あとは別動隊をこっち沢山に差し向ける。ただ後ろが心配なんですよね。この徳川シールドがどこまで持つか。武田の方はなんとか韮崎は取り返して、甲斐信濃、あとは飛騨を取ってて、今度は越中にも行っているのかな。そこは武田さん頑張ってほしいな。決して我々を責めるようなことがなければよいが。じゃあ今回はここまで。これまでのご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価お願いします。ではさらばだ。